お前が17歳になった年だろう。季節は春だ。そういえば、お前はまだ数を数えられないんだったな。ああ、そうだ。この服がちゃんと着られるようになったらだ。今のお前にはまだまだ大きいが、これが着られるくらいになったら迎えは来る。そうすればお前は。ミコト。何よそんな顔して。まさか私の心配なんて無駄なことしてたのかしら。大丈夫ですか？どこか怪我は？無事に戻ってきてくれてよかったです。屋上に行ったって聞いてすごく心配しました。私の心配なんて全く無意味な行為よ。そうなんですか？そうよ。今までこの力でたくさんのものを守ってきたの。こんな船の一つや二つどうってことないわ。国の守護者って言われてるくらいだもんな。いいよなお前の能力は。そうだったんですか。守ってくださってありがとうございます。それで大きな被害が出たのは2回だけかな。それ以外はどうだろう。揺れのせいで多少部屋のものが落ちた程度だな。僕の部屋のと。なんだよ、どうかしたのか。いえ、何でもありません。ん？まあとにかくさ、現状確認ってやつしなきゃだよな。もしかしたら2階以外もやばいとこあるかもだし。このことは世界には報告済みなのか。ああ、内々で処理するように命じられている。面倒事は持ち込むなってことか。クソ。攻撃してきた相手はこの前と同じやつなのか。ええ、若い男よ。能力者ではないんだよね。確証はないけど、見たこともないからくりを使っていたわ。あれは私たちの能力とは異なるものだと思う。そうか。それで今はもう大丈夫なのかな。問題ないわ。今は私がいる限り。頼もしいね。では二手に分かれようか。二階の修繕とそれ以外の被害状況の確認、俺と美琴のチームで修繕を引き受けるよ。兵士のチームには船全体を見回ってもらいたい。ああ、それと分かっていると思うが、今は緊急事態だ。勝手な行動は厳禁だからね。了解。じゃ早速行動開始だな。行かないの？あ、行きます。具合悪いなら別に無理しなくてもいいと思うんだけど。いえ、大丈夫です。ありがとうございます。サラタ君、一緒に行きましょう。うん、よし、俺たちも2階に向かおう。やることはいっぱいある。この辺りは大丈夫みたいだね。
爆風で枝が折れたりしているようだけど、そこまでの被害はないね。いい風だね。何のんきなこと言ってるのよ。こんなの修繕なんてできっこないわよ。ミコト、ここは結界は張っていたのかな。もしかしたら隙ができてうまく張れていなかったのかも。私のせいだわ。誰の責任でもない。気にするな。ああ、しかしこのままというわけにはいかないな。どうしたものか。とりあえず応急処置しようか。驚いてるのよ。カケルの力はもう最初に見たでしょ。最初って僕らの足にまとわりついたの、こいつの仕業だったの。まさか今頃気づいたの。あの時はすまなかったね。ようやくわかった。お前たちの正体、バイオ科学を利用した手品師だな。バイオ科学手品師。あの時はちょっとツタに絡まったのか、疲労による幻覚症状なのかと思ったけど、まさか手品だったなんて。いや、ソラタ、そうじゃなくて。子供だと思ってからかおうとしてるんだろう。言っておくけど、僕には嘘や冗談なんて通じないんだからな。その手品がどういう仕組みなのか、磁石が植物に影響を及ぼすという話を聞いたことがある。一体どんな種があるのか、僕が暴いてやるからな。まあ、どう思おうと自由だけど。ここまで清々しく勘違いされると逆にネタバラシしたくなるね。この石頭じゃ言っても信じそうにないけど、まあこのままにしておいて。面白い、この子面白いよ。とりあえず周りの木を起こそう。ひどく傷ついた木があったら俺に教えて。それじゃあ解散。ねえ、千里見なかった？千里くん？いえ、見てませんが。そっか、一体どこに行ったのか。アキトがドア壊してくれたから部屋にこもれなくなったはずなんだけど、しょうがないやつだな。あの、カケルくんの力って緑を操る力なのですか？正確に言うと、緑を生み出すかな。うん、頭の中で考えるんだ。型紙、
小さくて可愛い花だ。君は何色が好き？桃色でしょうか。桃色、いいね。俺も好きだよ。桃色の型紙。こんな風に俺は想像したものを形にすることができる。植物だけだけどね。すごい。君はどんな力を持ってるの？言いたくなかったらいいよ。ここじゃ能力を明かしてるのは俺と巫女、あとは兵士くらいだし。言いたくないことは言わなくていい。どうせ目的地に着いたら俺たちバラバラになるんだしさ。今を楽しく過ごせたらそれでいいんだよ。私の力はこんな素敵なものじゃないんです。素敵か。俺の力はそんなに特別なものじゃないと思うよ。そんなことないです。緑を産むなんて誰にもできないことですから。かける、少しいいか。どうかした？果樹園の桃が地面に落ちていたな。それがかなりの量だ。そればっかりは何ともできないな。だよな。少しもったいない気がするな。片付け。あんまり傷がついてないのだけ拾っておこうか。それからアキトに相談しよう。アキト君？あいつ料理が得意なんだ、ああ見えて。んだ、文句あっか。ん？どうかした？桃を集めるにも何か袋が必要だな。確か食堂にあったはずだな。あ、私取ってきます。いや、一人で行かせるわけには。大丈夫です、そんなに離れていませんから。それじゃお願いしようかな。その魚、怖くないんですか？あ、千里くん。つい怖い。僕は何をやっているんだ。失礼します。潰れてない桃を集めたいんです。それで袋が必要で。
アキト君に桃を渡して。上の果樹園の桃が落ちてしまって、潰れてない桃だけでも集めてシュクリさんに調理してもらう。そのために袋が必要。そして袋を手に入れるためにここに来た。こういうことでしょうか。そうです。袋ならこちらにあります。どうぞ。あ、ありがとうございます。それでは失礼します。あの、千里君、一緒に上に行きませんか。タケル君も探してました。嫌です。どうしてですか。どうでもいいじゃないですか。あなたには関係ないでしょう。でも一部の人がおかしいだけで、この人は他人に無関心です。それが一番楽で合理的だからです。万が一情が湧いたら困るでしょう。情？もういいでしょう。早く結賀さんのところに行ってください。はい。袋、ありがとうございました。袋を見つけられたのか。ありがとう。このくらいの大きさで大丈夫でしょうか。いいんじゃないかな。ところで、1階で千里を見かけなかった？千里君は食堂にいらっしゃいました。でも上に来たくないって言ってたから、そっとしてて。よし、いるんだね。捕まえてくるよ。あっ、仕方ない。とりあえず俺たちだけで桃を拾う。あ、はい。ん？いや、なんでもない。桃の産毛が刺さったんだな。柔らかそうに見えてそうでもないから、気をつけた方がいい。ここは俺がやるよ。でも、正宗さんも痛いんじゃ。俺にはこれがあるから。手袋。正宗さんは寒がりなんですか。え？そういうわけじゃないんだな。一つ謝りたいことがある。この前はいきなりぶしつけなことを聞いてしまい、すまなかった。ぶしつけ？何者だと聞いたことだ。お前は一体何者なんだ。初対面で、それも女性に対して聞くことではなかった。皆で疑いの目を向けてしまって。能力、出自、生い立ち、何も詮索しない、立ち入らないこと、それがここでのルールだったのに。私、何も気にしてません。謝ってもらわなくて大丈夫です。そうか。世界に命じられただけの旅だが、
仲良くしていこう。はい。なんだこのうめき声は。二人とも待たせたね。チクりましたね。チク。この子は関係ない。連れてきたというより捕まえてきたというか。たまには日光に当たらないといけないからね。うざい、この笑顔。追加の袋と手袋も持ってきたよ。向こうの片付けは昨夜のチームに任せて、俺たちはこっちをどうにかしよう。よし、そろそろ休憩しようか。疲れた。一年分は働きました。しません。じゃあ次は傷がついてない桃を12個選ぼうか。タケルくん、選び終わりました。綺麗な桃。ありがとう。じゃあ洗いに行こうか。洗いにって今から食べるのか。みんな巻き込んで休憩だ。僕もう一歩だって動けません。階段も降りれないです。階段は降りなくていいよ。あそこで洗おう。こうやって表面についた土を丁寧に落として、はい、これで食べられるよ。おっと、大丈夫か。はい。落ちないように気をつけてね。下は泉だし死なないと思うけど、変な魚がいるような泉だからね。冷たくて気持ちいい。千里、深海魚の餌になりたいのかな。働くくらいなら魚になりたい。どうしたの？いえ、知らないことが多くて覚えるのが大変だなって。この船が来てくれることずっと楽しみに待ってました。また人と話せるように本を読んで勉強して、この服が着られるようになったらお迎えが来るって教えてもらってからずっと。それもこの船が来ることをずっと昔から知っていたということですか。はい、教えてもらいました、旅の人に。それってどういう。千里、規則は甘い。私は知らないことがいっぱいで、みんなの言ってる言葉がよくわからなくて、みんなについていけない私に。桃、しっかり洗わないといけないですね。
か皆さんも魚になりたいと思っているとは。大丈夫か？痛いところはない。俺に捕まってありがとうございます。はあ、気持ちいい。千里、お前わざと落ちただろう。何のことや。なぜ笑ってるんですか？だっておかしいじゃないか。あの高さから落ちてちょっと、いや、かなり怖い思いしたっていうのに、桃から手を離さないなんてさ、しかも食べられるかって。確かに食い意地が張ってますね。度胸があると言ってもいい。せっかく濡れたんだし、このまま泳ぎたいな。君は泳げる？あ、泳げないです。そう、じゃあ教えてあげるよ。わからないことは全部。知らないことがあるなら聞いたらいいよ。わからなければ分かるまで一緒にいるよ。かけるくん。そうだな、年長者は頼るものだ。ありがとうございます。あ、ん？どうした？思い出せそうです。本当？はい、私の名前は、それが君の名前なの？旅の人にもらった名前なんです。もらったって本当の名前じゃないんですか？それに名字は？名字はもらってないと思います。本当の名前わからないですが、これが私の名前なんだと思います。とにかくよかった、ようやくお前のこと名前で呼べるな。君とか彼女とかじゃ味気ないからね。はい、ありがとうございます。おはる、君はずっと待ってたって言ったよね、この船を。でも本当のところはさ、小春って名前を呼んでくれる友達、仲間を待っていたんじゃないかな。実は俺たち今はあんまり仲良くないけど、まあこれからいくらでも仲良くなる機会はある。だから君がずっと待っていたものはここにあるんだよ。サイズが出てました。まずは俺と千里で仲良くなろうかな。おい、てめえらサボってんじゃねえ。
着替え終わった？はい、ありがとうございます、ななみちゃん。たけるくんたちと桃を取ってきたんです。産毛ちゃんと洗い流したから食べられます。桃お好きですか？ななみちゃん、そろそろ行かないと。あ、はい。てめえ、あんまふざけたこと言ってんじゃねえぞ。別にふざけてないんだけどな。じゃあ何の証拠があってんなこと言ってんだ。何にもないね。よせ。てかさ、犯人がいる前提で話してるけど、まだ決まってないだろ。何かの間違いって可能性も。ないわ。あ、絶対にこの中にいる密通者が。みこと、後から来た人のためにも、あと僕らの混乱を抑えるためにも、もう一度説明してもらえないか？いいわ。今まで3回この船は襲われた。その3回のうち2度、私は襲撃犯の男を見たわ。若い、私たちと変わらないくらいの男。この前の襲撃も同じ男だった。犯人が複数かどうかわからない。でも私はその男しか見たことはない。この船の結界と私の結界で今までなんとかしのいできたけど、知っている人もいると思うけど、私の能力のことをもう一度話すわ。結界、どんな攻撃も退ける力。私はこれを自由に張り巡らせることができる。もう守ることに長けた力です。彼女が守ると決めたものは壊されることがない。わかりました。教えてくれてありがとうございます、千里くん。この船にもすでに結界を張っているわ。ここまで大きなものを包んだことはなかったから、屋上が手薄になっているけど、でも言い換えれば、屋上さえ守れればこの船は攻撃されても無傷なの。けれど今回2階の壁に穴が開いてしまった。結界で守られていたというのに、どんな攻撃を受けたのか僕らは見ていない。2階にもほころびがなかったと言い切れるの？ええ、屋上以外は問題なかったわ。ではなぜ？内部から攻撃されたのよ。だからそうやって決めつけるのはおかしいだろう。犯人がこの中にいるとか。けど今の説明を聞いていたら、どう考えても内部犯の犯行なんじゃないかな。あんなに壁は壊れてるのに、それほど被害は出ていないってさ。外から内に向かってではなく、内から外に向かって爆風が吹いたって考えると辻褄が合うと思う。はあ？なんだよそれ。何らかの対策を打つべき。政宗、お前までそっち派かよ。もちろん内部犯の仕業かどうか現時点ではわからないけれど、その可能性がある以上何もしないわけにいかないだろう。
はあれだけの破壊を行えたんだから、この船を襲った男の仲間か、あるいは攻撃系の能力者ね。だからさ、言ってるでしょ、最初から仕組まれていたんだって。どういうことですか。世界が用意したっていうこの船さ、ものすごく広いのに資質が9つしか用意されてないでしょ。この能力を平和のために生かす、それが世界から与えられた私たちの使命なの。それがなぜか、もともと乗客は9人だけなんじゃないかっていう話をしてたんだよ。それこそ推測だろう。そうかな。100人が泊まれる旅館は100人のためにあるように、9人の部屋しかないこの船は9人のためなんじゃない。じゃあ3人違う人が紛れてるってことですか。そうだね、1人はもちろん決まってる、あのおちびちゃん。残りの2人は、いつき、どうして世界はこの状況を放っておくんですか。船に乗せただけで完全に放置じゃないですか。トーンさん、あなたは世界と連絡取ってるんですよね。世界は何か言ってないんですか。いや、何も。人数のこともいくら尋ねても返答がない。そんな。あいつらは俺らがどうなろうが関係ねえんだろ。むしろ世界の均衡を崩す俺たちなんかいなくなってもらいたいくらいなんじゃない。ね、おかしいですよ。それが平和を守る世界のやることですか。もしかしてこの船、世界の船じゃないんじゃ。あ、世界の意志を疑うのは不敬罪に値するぞ。よし、可能性の話はここまでにしよう。次は対策を決めよう。かけるくん。前提として、まずこの中に犯人とやらがいると仮定しよう。じゃないと話が進まないからね。そして犯人は複数の可能性があると。対策としては、まずみんなで腹を割って話すことかな。それはどういうことかな。俺たちは最初にルールを設けたよね。能力、出自、生い立ち、何も詮索しない、立ち入らないこと。このルールをやめる。どんどん詮索する、立ち入る。能力も出自も生い立ちも全部洗いざらい話すんだ。確かに、誰がどんな能力を持っているか分かれば、おのずと絞られるわね。能力を話すなんて、いや、絶対。そうかい？結構いい案だと思うんだけど。何を取ってもいいとは思えない。私は犯人ではない。でも能力は言わない。誰もが公にできるような能力を持っていると思ったら大間違い。そんなに嫌がるなんて、言って恥ずかしい能力なのかな。タケル、その案は却下だ。次の家よ。そうだね、次は。と言ってももうこれしかないんだけど、二人組を作って互いを監視し合う。その二人というのは
どういう根拠があって言ってるんだ。俺たちは今3人ないし4人でチームを組んでるだろ。それで防げなかったんだ。だから2人組にして監視の目を強める。確かにそれしかやりようがないな。じゃあ多数決、反対の人は手を挙げて。賛成多数、タケルの案で行こう。それでどうやって二人組を作るんだ。そうだな、女の子が優先して決めていいんじゃないか。ただし女の子同士っていうのはダメだよ。その理由は？そりゃ男同士じゃ何にも生まれないからね。その口、糸で縫い付けてあげましょうか。おお、怖い怖い。男女ペアにはいくつか利点がある。敵の来襲時、女の子を守ることができる。女の子同士よりも安心だ。それは、そうだね。あと、犯人は男の可能性が高い。は？なんでだよ。これは俺の推測なんだ。だからあんまり言いたくない。そこまで言ったら言えよ。これ以上推測で物を語られても迷惑だろう。何か言うなら断定できるようになってからにしろ。あ、そうするつもりだよ。犯人が複数の可能性がある以上、女の子たちには男を見張ってもらう必要がある。男を見張るね。まるで女の子たちは犯人をおびき寄せるための餌みたいだね。そんなつもりはないよ。チームはそのままにするし、夜の見回りとかできる限りのことはする。今必要なのは互いに互いを見張り合う密な時間だ。犯人を動きづらくするためにね。さあ、決めてくれるか？君はずっと待ってたって言ったよね、この船を。でも本当のところはさ、小春って名前を呼んでくれる友達、仲間を待っていたんじゃないかな。君がずっと待っていたものはここにあるんだよ。これが着られるくらいになったら迎えは来る。そうすればお前は孤独から解放される。Thank you.